ゆうじろうチャンネル、今日のお題は、いい商品なのに売れないんです。それの決定的理由をお伝えします。これはでもなんか前にもやったような気がしますね。何回でも言わんとダメなんですか、はい、みんなね、いい商品作ろう作ろう思うと思うんですよ、うん、いい商品を作ろう作ろうと、うん、あ、まあ、というか実際に知られてないだけでいい商品っていっぱいあるんでしょうね、きっと。きっとね、やっぱ知らないから分かんないけど、じゃあお前が知っとる誰も知らない私だけしか知らないいい商品ってない？あ、これダチョウ石鹸。また新しいの持ってきたの。わしこの間お前が何か言ったトゲの入っとるファンデーションかなんか言うんか思って今振ったったの。もうだってあれも有名になりすぎちゃって、あ、もう終わり。あれもメジャー、もう私の前だったら5人に1人が使ってる。すごい少ないの。5人に1人。待って、100人いたら20人そのファンデーション使うってすごくないですか。こんなに世の中いろんなファンデーションがあるのに。いやでもお前の周りだろ、お前が全部口コミしとるんだけど、もっと使ったのか。違う、私が言ってからじゃなく、もう勝手に。で、もっと言えば美容に興味がある人はほぼ8割方使ってる。もう V3 ね。じゃあめっちゃ売れとるよ。めっめっちゃ売れてると思う。もうやばいと思う。その子大富豪になるの。すごいと思うよ。ああ、じゃあその子は金がバーン入るじゃん。思ったらちょっと狂ってこけるわ、うん、いやいや、もうずっと多分うまくいってるんだと思うけど、感じ悪い。でも今逆にその V3 が売りすぎてるから、また別のまた針が入ってるいろんなこう化粧品、針化粧品がいろんな多分開発はされてると思うんで。でもこの間その針が入ってる化粧品、うん、あれダメってか言おる子もおったけどね。なんかまあ賛否両論なんでしょうね。だけどそういうあれダメっていう子がおったということは、うん、あ、売れとんだろうなと思ったね。そういうことですよね。だからもうそれぐらいみんなが注目してるってことですよね。ダチョウ、私はそうダチョウ石鹸。まあいいわ、今日はこのテーマでいってみよう。はい、田坂裕二郎です。はい、こんにちは、土手かな子です。で、何や、そのダチョウ石鹸、うん、洗顔石鹸で固形石鹸なんですけど、ダチョウのオイルが入ってて、すごくこうしっかり洗顔してくれるけど、すごくこうなんていうの、乾燥しない、突っ張らない、潤いをしっかり保ってくれる石鹸なんですよ、固形石鹸。なんなんや、そのダチョウのオイルって、ダチョウのどっから出とるオイルなの。分かんないですけど、まあ、ダチョウ石鹸っていう名前で、そのダチョウのオイルが入っててとかって今熱弁したけど、見たんか、ダチョウのどこから出たオイル。書いてあった、書いてあった。額とか、わしもこのここら辺こうやってやったら、いらない、オイルいらない、あ、塗っちゃろうか。いらないよ。すんごいここだけツヤツヤする。知ってる、お父さんもいつもそうだった。そうやろ。あの、結構顔に油が出る人はシワとか少ないんだって。まあ、油症な人はね。油症言うな。ゆうじろうさん、でも言っときますけど、そんな大した油症じゃないですよ。お前、ドロドロのやつがおる。もう垂れよるようなやつがおる。お前のお父さんそんなに垂れとった？そうじゃない。いや、お父さんはもっともっとそんなことないですけど、うん、ひどい人はすごいテカテカですからね、男の人。ほんま。もう毛穴パッツンってテカテカみたいな。ゆうじろうさん肌綺麗ですもんね。そう、わし肌綺麗ってよく言われる。うん、すごい綺麗。オイリーじゃき。おお。いや、でもだからそんなオイリーっていうほどオイリーじゃないんですって。だから多分バランスがいいんだと思うんですけど。まあ、ダチョウね。そう、ダチョウ石鹸すごくいいんですよ。よかったら皆さん調べてみてください。へえ。で、実際に私本当に好きで使ってたから、そこの社長さんにホームページに起用していただいたんです。昔、ね、あ、出た、なんや、あ、ちょっとバータの話やな、これ。今は起用されてないですよ、昔の話。でも私ここ15年近くもずっとそのダチョウ石鹸使ってますから。でもダチョウ石鹸使って顔とか洗っても、うんうん、お前のその腹黒さは取れんのだろ。腹黒さまで取っちゃダメでしょ。ありゃ。それが取れるような石鹸をぜひどれか教えていただきたいと思うんですけど。それは取らないで。まあね、基本的にいい商品なのに売れない決定的な理由っていうのは何回からね、はい、まあね、あの、これ前にも言ったけど、職人は店するなとか言ったけど、それと一緒の話で、あのね、自分の商品ばっかりに手かけすぎじゃっちゅうの話や。もういい商品作ろう、いい商品作ろう、いい商品作れば売れるんだという、まあね、何、幻を見とる。いい商品作っても売れませんからね。でも悪い商品はダメでしょ。あ、じゃあ言おうか。
悪い商品でいい商品と悪い商品作ったらどっちが売れるかやったら悪い商品売れるかもしれないのに。なんで？そりゃ悪い商品の告知がうまかったとしてみんや。告知に騙される？騙されんかじゃ。騙されたことないかじゃ、そういうメディアに。うん、まああるね。ということはこっちの悪い商品がバーン金使ってものすごいめっちゃ興味そそるような通販番組まで作って、そうですよね、そこでそれを買った人のストーリーとかもやってみたいな、ドーンやってみんや。うん、まあ、悪いかどうかの判断なんて、まあ、正直分析とかまでできないから。でもそのいい商品作ってる職人は、うん、その悪い商品がバンバンテレビでやられて売れていけるの見て、うん、よこんな粗悪品買うよ、うん、って言おる、うんうんうん、でも前にも言ったけど強いもんが勝つんじゃないんよ。売れたものが勝ったもんが強いんだよ、うん、そうだろ。そうですね、結果ということはいい商品だから売れるわけじゃない、うん、っていうことやろ、うん。じゃあ告知力、宣伝力、PR する力。だから何、日本という国はメディアにいっぱい踊らされるわけじゃん、うん、まあまあ日本だけじゃなくて世界的にね、うん、だけどメディア操作でこうみんな動くわけじゃん、うん、それなんかやったらそういうメディアしか見てないから、はいはい、 A さんの意見しか聞いてないわけじゃん、うん、じゃあ例えばフジテレビがこれはダメですって言うのに日テレがすごいいいですってもしやる番組を作るんだったら、うん、おおどっちかなって思うけど、うん、はあ、メディア一通り足並み揃えてみんないいですってやるわけだ。そうですね、うん、ほうやろ、うん、じゃあこの間あの渡部がアンジャッシュの渡部の記者会見やったじゃんか、うん、あれをもうどういう囲みで女性インタビュアーがいっぱいおって、うん、もうわし見てないよ、もう見たってもう腹が立つだけじゃけ思ったけ、あんま見てないんだ。何に対して腹が立つんですか？どうせあの何不倫をした女を女と思わずなんかエッチをしたあなたが悪いみたいな、みんなが責め立てるのがムカつくからってことですね。それをもう大した答えも用意しとらずに、すいませんすいませんみたいなんで、でまたやるんでしょみたいな。でまあ全然こう後味すっきりするものではないはずじゃないか、うん、お前見た。いやだから私もあんま好きじゃなくて、まあ私はあんま批判されるかな、うん、いいよ。私は有名人の不倫をなんで謝らないといけないのかなっていう、うん、そっち派なんですよ。批判されますよね。正解です、うん、わしもブログに書いたんだけど、うん、いやいやいや、お前勝新太郎だったら、うん、タバコ吸いながらこうやってブランデーグラス持ってからパンツでも履いときましょうかぐらい言うとるよ、うん、いや本当そう。これが、うん、芸能人でしょみたいな、うん、あ、いやそれは、まあ、ちょっと違う、ちょっと待って、一緒にしないでください。私は不倫を芸能人は OK っていう意味じゃなくて、いや、わしもそうよ、うん、いや、ただそれをの囲み受けてすいません、すいませんって言って、なんで赤の他人に謝るのっていう。例えば CM 作っていただいてたらそこの会社のイメージを怪我してしまった、そこに対して謝罪とか、そのお世話になった方に謝罪とか、番組お世話になってる番組に謝罪とか、奥様に謝罪は分かるんですけど、全く関係ない人に謝罪をなんであんなにしなきゃいけないのかなって、いつからこんな時代になったのかなと思って。でその囲みをしおるこのインタビュアーも、うん、もうなんかポロッと出た言葉を拾わにはいけんから、うん、いかにポロッと出さすような質問をするかみたいな、うん、でそれでもしポロッと出さしたらもうあとはヒーロー扱いよ、あいつ質問したわみたいな、で会社帰ったらヒーローになれるわけやん。だからこっちももう、ああ重箱の隅つつくよな、うん、もういやそんな言い方したんのやみたいな、うん、質問がいっぱい出るわけだろ、まあ、仕事なんだと思うんですけどね、うん、って言うたらのもうあの不愉快極まりないわけや、うん、だから全員がいい気しないですよね、うん、誰もが、うん、であれをちょうどもうちょっと今日シュッシュ変わってきとるけど、うん、なんかあれをちょうどやれる時が日中だったんかな、うん、で私聞いたかと思ったらなんかニュースヤフーニュースみたいなのが出たけ、うん、これなんかで見れるんかなと思って YouTube でピッと検索したらもうやれよったわけ、うん、だからもうなんかこうここにこういうなんかフェイスガードなんかみたいにしてマウスガード、ね、でも汗だらだらしたらしてでなんかもうちょっと髪とかももうちょっとシャンとセットしときやみたいな、まあ、めっちゃ激痩せされてたんですよね。寄せとった7、8キロ痩せたって。そうな、うんうん、
それは精神的にかな、それともそれ用でダイエットしたのか分かんないですけど分かんないですけど、いや私は精神的だと思いますよ。いやだからその、まあ、YouTube のその動画のちょろっと見たら、うん、その画面の横にチャットでが走りおるわけよ、ここへ、うん、ただもうブワーッと出おるわけよ。え、全部マイナスですよね。まあまあもうそれも読めんぐらいの勢いで動くんだけど、もう次々にいろんなやつが書けるけど、ダダ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 ダって流れをるわけ。読めんの。なんかドラマの世界ですね。奈良の、いやいや、ここに書き込みしょるやつは何をしたいんかなと思うんや。自分のなんか書き込んだことが、おおすごいこれわかるっていうぐらいの書き込みをするんだったらええけど、もしそれを仮にしたとしてもあのスピードで流れたら誰も見てない。ほんまに自分のもう自分で見れない、ね、多分の、うん、あのめっちゃ10倍速のエスカレーターに乗ったみたいな、もう乗ったらガーッと上に上がっていくみたいな。でもそんだけみんな注目してるっていうのは逆にすごいですね。いやだからの、じゃあそこに何を書いたかもしれんけども、うん、そこに批判的な渡部最悪だとか書いたとして、うん、書いて何になるの？分かる分かる。いや私はなんか逆にもうこれ以上あの一人の人間をボロボロに言うことによって、うん、家族も一緒にさらに傷つくんじゃないかなと思って、うん、だって自分の旦那様が世間からボロカス、さらにボロカス言われてる姿を見なきゃいけないわけで、うん、子供もいますよね、うん、そらお父さんがそんなボロカス言われる子供ってすごいかわいそうじゃないですか、うん、まあでも今回のもあのその、うん、まあ半年間もちょっと雲隠れしたっていうのは、うん、それは良くなかったと思うの。まあそうやって出たんなら出たでなんかもう謝罪もしてよ。だからちょっと逃げ腰だったのがってことですよね、うん、だからそこはちょっとまずかったんだろうなと思うけども、うん、だったらでもファン辞めて、うん、テレビ局もじゃあもうないなと思ったら使わなきゃいいだけで、うん、だからこっちがそれを謝ってもらう必要ないと思う。だからのそれで、うん、例えばフジテレビでは、うん、本当に渡部最悪だみたいな番組をしてます、うん、日テレではこの記者会見がもうアホだろってい う,、うん、うあの完璧にそっちサイドの意見です、うんうんうん、でテレビ朝日は今度はうん、それを見ている国民がどうだこうだみたいな、うん、といういろんなねバージョン、そういろんな角度での捉え方をメディアでやってますっていうんだったらテレビ面白いなとか思うじゃん、うん、まあいろんな意見見たいですね。そうこうああでも日テレのこの考え方はいいわかるわ、うん、みたいなとか、うん、でも私は富士よみたいな、うん、うんうん、こったら面白くない、うんうん、テレビ番組面白いですね、選択肢があればね。でもう今回の分はその一人の芸人が、不倫して謝罪をしてますというコンテンツだけの話なんや、うんうんうん、でそのコンテンツを当然生でもやったんだろうし、うん、あとはこのワイドショーは全部やるわけだよ、うん、次の日も、うん、次の日の昼も夜もぐらい、そのコンテンツで番組を作って率取ろうとすること自体がもうアウトだよ。ああそうか、それを利用してってことですもんね、うんうん、でもそれを、うん、まあ例えばネットニュースとかだったら今だったらそれに対する意見とかが、うん、一般人が書き込みができるっていう、うんうん、そのいろんな考え方もあるななんだけど、今度はこれはネットはネットで今度は言っとるやつも素性を明かしてから言えほいじゃん、うん、と思うよ、うんうん、その方が正々堂々とちゃんとしとるじゃん、うん、だからそういうのやらなきゃいいんじゃないですもん、そこに書き込める。だってその書き込みって誰も住所とか名前とか入れる人しかも 100% いないから。あでもわしがよく見よるニュースピックスっていうニュースサイトがあるんだけど、うん、それはちゃんと、いろんな有識者もおったりとか有名な人とかもおって、うん、そこにコメントするのはちゃんと登録をしてからじゃないとコメントができないようになってですね。だからそのコメントはどこどこ会社の誰だでっていう名前もちゃんと出るっけ、うん、だからそういうのを見とってすごく面白いの、うんうんうん、だからやっぱり全部そうするべきなんです。そうですね、だから私のフェイスブックが何ですか言ったらあれちゃんと自前の名前で やるじゃんか。あ、まあ、ほぼほぼね、うん、あれだから好きよ、うんうん、堂々とこう名乗ってるからね。そうそうそう、うん、だからなんかのなんかこれでええんかのみたいに、うん、だからなんかテレビ面白ないのみたいに思う。
ああそうですね、うん、そういうことですね、うんうんうん、だから今日はあのねいい商品なのに売れないとかいう理由を喋ろう思ったんだけど、うん、なんかこの渡部のその不倫の記者会見の話になったけど結局でも2人とも、うん、あの記者会見しっかり見てない2人が勝手にいや見とらんでも大概こんなことになっとんだろうないのは分かるじゃん、うんうん、でまあ今回のはまあ奥さんはあの佐々木希でとか、うん、まだ子供もできたばっかりでみたいな、うん、でまあその子供ができる前からなんかこんなこともあってとかみたいな、うん、材料としてはもういい料理ができますぜみたいな材料だったわけよ、うん、そうですよね、うん、これどんなシェフが作っても美味しいもんできるでみたいな、うん、まあね、まあ、今の時代だからこそやっちゃいけないことをやっちゃってるのは確かですけどね、まあ、今の時代じゃなくてもやっちゃいけないんですけど、今の時代だからこそここまで徹底的に潰されてしまうっていうのが分かってるじゃないですか。じゃああそこで囲みインタビューしようた人とか、うん、ここに書き込んだ人したことないんですかって、なんでお前今のところだけ落とし星言ってないよそんなことみたいな感じだったんやいやいや お前もそうそうって言うんか思ったら急にわし一人に差し上げてどういうことや。いやいや、その人たちほとんど女だったって言ってたから、いやでも女だってあるかもしれんじゃない。あ、まあね、うん、まあね、でも少ないかなと思って、少なくないかな、うん、いや、うん、でも自分のことだって棚にあげてみたいな、うんうんうん、しとるかもしれんじゃん。まあそうですよね。だからそこをねなんかほじくってみたいな、うん、でもお前誰に向かって謝れんかなって思う。まあもうね、あの謝罪会見がどうであろうが、うん、やったことはちょっとありえない、いやちょっとないわっていうことをやっちゃってるんで、うん、もう一緒じゃないですか、うん、どっちみちもう罰は受けてるじゃないですか、うん、それを暴露される人生でどうです。芸能人じゃなくてよかったと思いますでしょ、うん、なんかもう本当どこもひとまずちょっと歩きたくないですよね、うん、だからそれだけでもう十分罰受けてるんじゃないって思う。いや、わしらがものすごく芸能人やっていつもこういう二人で撮ってますとか言ったら、うん、例えばお前が帽子かぶってサングラスしてマスクして、うんうん、でわしも帽子かぶってマスクしとって、で二人で歩いて、でうわ寒いのって言って、うわ私も手がかじかむけど貸してみって言ってパッと持った、うんうん、そこパッと撮られるだけで、うん、あれできてましたやっぱりみたいになるわけよ。そうですね。って考えたらもう大変だと思うよ、うん、大変だと思うから、だからなんか、まあここで謝った経て、じゃあその彼がこの後テレビにまたほんまに出れるのか、例えばなんか年末の特番に出るとか言って夜って言ってなっとったけど、いやほんまにどんな顔して出るんかなと思うしのねえ、うん、またそれがあのインタビューの前に撮っとるっていうことでいけ、辻褄が合わんかったりするじゃない。そうなんですよね。それもかわいそう、なんかの大変やろと思うんだけど、なんか見る方も苦しい。いやなのでね、今日はこのインタビューの話だけで20分ぐらい喋ってしまったけど全然テーマが変わったけど、分かった、今日のお題も変える、はい、あの最近のテレビが面白くなくなった理由、そっちですか。じゃあね、うーん、やっぱりね、さっきも言ったじゃん、何個テレビ局があっても全部同じ角度からやるじゃん、うん、まあ全部がこう事故らないようになんでしょうね。まあまあの、うん、だからいや、うちはこの囲みしたインタビュアーに対して切り口いくよみたいな、うんうんうん、であの編集長にそれ号がかかるの、うん、うちはこれでいくぞってから、うん、切れ切れ切りまくれって言ってからただ違うキーは、いや渡部を真正面から切りますみたいな、うん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 、そう言ってでテレビ局がガチンコやったら面白くない。テレビ見よってもいや、もうチャンネルザップするでこうやって、ね、うん、本当に、なんなら2台置きたい。そうじゃろ、うん、なんなら4台置いてもいいの4曲、いやほったら出ると思う、テレビが、4分割できるみたいな。あーはい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 、のただ最近のテレビ面白いよなって確かにね、なるじゃん、いろんな意見がね、うん、これ今テレビ局の人聞いとってほしいの何適当に素人が言うんやって思っとるからできるか、まあね、まあでもそういう感じでいろんな主張があるんだということをやっぱりこれからやっていかんと、うーん、このままじゃ面白くないと思いますね。そうですね、はい、ということで今日はあのミッションは、はい、あの
みんなあの違うあれにしなさいといういろんな意見で、うん、でもいないんじゃないです、全員同じ意見なんじゃないです、ほぼ。で言ったじゃん、やったことはそれ良くないよ、うん、でその謝罪をするという一つのカテゴリーとしてジャンルはあってもいいよ、うん、でもさっきお前が言ったようにそれ誰に向かって謝りおるんっていう曲もあっていいし、うん、ああそういうことね、そうやろ。でわしはもうあの何なんかポロッとなんか言わすための無茶ないじめみたいな質問すなやっていう曲もあったり、曲もあっていいしね、みたいな方が面白いでしょっていう話、うん、結局こういうのって YouTube でしかねみんな言ってないですね。ホリエモンがすごい言ってました。そうなん、なんで、うん、あ今回のこの渡部さん の、うん、あの謝罪会見に関してじゃなくて、うん、マッチの不倫に関して、そういやマッチも何も言ってないんだろうや、うん、そうですね。まあでもちょっとしばらくの間自粛ですよね、全て。でもこう自粛して出てきた時に本来でやったらマッチもせにゃいけん話じゃんか、うんうんうん、そうやろ。そうですね。でもマッチはそんなムードにならんかもしれない今んとこ。そまあ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 そのね事務所のトイレお金とかそういうんじゃないのからかな、うん、本格的にちゃんと、まあ、事務所のパワーもあるかもしれないし、ね、まあね分かんないですけど、そういう大人の理由は分からんけども、うん、だからそんなん言い出したらもう全部法上一律でやりなさいやみたいになってくるやんか、うん。まあ、なので、楽しいテレビを作ってほしいなと思いますので、ね、一、はい、テレビファンとして言っていきたいと思います。はい、はい、今日は関連動画 あるかなあでもなんか番組が面白くなくなってきたみたいなことは前話されてますね、うん、じゃああるんでしょ、多分あると思う近いのが、はい、じゃあここへチャンネル登録よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日はなんかすごい脱線しましたけど今日はここまでです。またね。